20代の作成する文章が主語がわからないとストレスを感じている40代以上が多いことに対するにちゃんみんの反応。文章を書く能力が上達していくと、気持ちも楽になって日常からストレスが減っていきます。文章が上手であることは、実は心の安定にもつながるということです。こんな話もあります。日本漢字能力検定協会が2022年に行った調査によると、部下や後輩が書いた文章にストレスを感じたことがあるややあるを含む、と回答した30歳以上の社員が 84.5% に達し、その主な原因に、説明不足、語彙や表現が合っていない、文が無駄に長い、筋道が立っていない、主語がわからないなどが挙がったそうです。おそらく顧客ターゲットが曖昧だな、データの出所がよくわからない、この長い説明文は今回必要なの？といったことでしょうか。本書の主な読者層である40代であるなら、管理職として思い当たる説があるのではないでしょうか。さらに、上司から文章を指摘されることにストレスを感じている20代の社員も 53% いるとのことですので、こうなると作文力が原因で日本中の職場がギスギスしているという話なのです。文章の技術力が企業の労働環境に影響し、ひいては日本経済を左右するということになりかねません。メールでの文章のやり取りがビジネスの中心になってきている現在、文章力は社会的に大きな課題であると言えます。この調査結果を見て私が危険だなと感じたのは、自分が書いた文章のどこが変であるかがわからないという人が多いということです。一応は話し言葉ってことなんだろうな。話だと短時間でやり取りを往復できるから、伝わらない部分はその都度解消されるけど、そのノリをメールなんかでやられると厳しいと。4話し言葉と書き言葉は単に発音の違いぐらいの意味しかない。ハオアと発音したり、ヤオヨと発音したりするような、古典に出てくる仮名遣いを指す。のに、勝手に文章中に出てくるような難しい単語を書き言葉、幼稚で簡単な単語を話し言葉。って解釈する連中もいるから、扱いには注意が必要だぞ。一、文章力は読書量に比例する21歳の6割全く本を読まない。文科省22年調査日経2023年10月14日。AI はあくまでも人間の補助 AI 時代こそ AI に支持する言語力の差が格差を生む検索力の差と同じ。一、果たしてこれは若者だけなんだろうか。一、句読点がいらないと思ってる連中に何を期待するのか。一、必ずしも特化した知識がなくても、自分なりに得てきた情報を再構成し、読みやすく組み立てて書くのが文章力というものです。記事の内容は、大学入試の小論文の講座だった。一、面接で短文でも書かせろよ、ダッシュを生む。445面接で単価でも書かせろよに見えたくない。今日の入庁試験とか単価試験とかあるんだろうか。眠いです。会社のジジイらもそうだけどな。うじじい、おい、あれどうなった？これあれって何ですか？3話ろた心当たりあるわ。3機能の今日の話題ならお前が悪い。1、2週間放置してた文在で急に言い出したなら上司が悪い。日本語が読めない人間が一と会社の技術主任になってた時点でもうダメだろう。そもそもお前たち企業がアンチ力だけで社員を取ってるからこんなことになる。上司ちょっと、これ、やっといて。6朝令で何言ってるか全然聞こえないリーダー。前に Z 警官が文書作成してたが、確かに自分がやっちまった方がマシだとは感じた。日本語は主語飛ばしできるからってやりすぎなやつ多いからな。うちの母ちゃんが年々主語なしで話すのひどくなってる。旧目的語のあたりが消失してるが主語は意外と察することができる。なんか教育のせい教育のせいとかことあるごとに口にしてるやついるけど、教育機関はな、日本の企業に合わせただけなんだよ。日本の教育を崩壊させて、日本人の国語力を崩壊させた日本の企業の人間が何言ってんだよ。やっぱ長い文章定期的に読み書きしないとダメなんだろうな。短文ばかりの SNS ばかりだと頭が腐る。なんかで読んだわ。日本はことあるごとに読書感想文を書かせるけど、読書感想文の書き方は一切教えない。だから文章を書くのが苦手になる。聞いては、本を読むことも忌避するようになる。12、それは間違いないと思う。文章を書く練習をさせるなら、その前に書き方をちゃんと教えんとな。生徒の自主性を尊重して自由に文章を書いてもらうって趣旨なのかもしれないが、その割にはここ直せあれを直せという検閲はやたら厳しくやるからわけわからぬ。12、最初から最後まで内容を含めてちゃんと教えるけど、ちなみに俺は一度も守ったことなくて点数をもらっていない。12、書いたら書いたで、これはあらすじだと突っ込まれた俺がいる。感想を釣ったって面白い、つまらないの二言で終わるんだぜ。それを400筆字数ページにまで膨らませろってんだから、作中の引用してごまかすしかねえよ。ガキの頭なんだから。44、ある程度語彙力のある大人ならこの部分がとかここではきっととか考察交えた文字稼ぎはできるけどさ、子供には厳しいよな。44は分かりやすいね。言われたから書いたけど何か聞き手悪よ。見てのことを何も考えてないし、前には日本の教育が悪い。手着切れ、一方通行。44、どこがどのように面白くないのか説明する知能もないのか。141、読書感想文書くのは子供だぞ。12、書き方はまず結論とその結論を論理的に展開し説得力を強化する。そんなこともわからんのか。12、そもそも日本は学校教育とは何ぞやというところが、教育組織の上から下まで明確じゃない、一貫していないような気がする。適当にやってるだろ。184、そういえば教職課程で1なのも学んでないな。185、嘘つけ。少なくとも輸送の意味流行るだろ。教科教育の指針は学習指導要領。12、俺はそんな教育でも読書感想文で叱ら表彰されたぞ。読書量が少ないんだろな。201、読書はインプットで感想文を書くことはアウトプット。読書をどれだけしても文章力は上がらないぞ。207、そこなんだよな。読み手に理解させるための文章を書かないと文章力は上がらないと思う。文系大卒が増えたのに文章が苦手なのか。13、あいつらがやってんのは古文と漢文と英語と暗記だけ。あいつらが書く文章は AI が生成した文章より劣悪。誰かしらの指示か、書かれた指示に基づくコピペ。13、一応大学の試験は論文形式だし、レポートとかもあるから、文系対策卒ならそれなりには文章書いてるっちゃ書いてるんだけどな。しかし一般的に大学も文章の書き方とか教えないでいきなり書けってところがほとんどだから、やっぱり大多数のやつは自己流になっちゃう。だからそんなに上達もしない感じがする。推薦入試関連で小論文の講義を予備校で受けた人は結構基本が身についてたりするよね。正式な学校より予備校の方がちゃんと教えてるというのがある種の皮肉。29、
文系なんて卒論もないところとかある文章を書く経験の量も要求される文章力も圧倒的に理系の方が上。42条の方行くと国語もめっちゃできるらしいよ。私立理系は国章ばっかだよな男は。女でもおぼかたとかね。早稲田主席。だから論文でやらかしたという。48難の上の方に行くと国語の波がめっちゃできるんだよ。お前の日本語が不自由すぎて何が主張したいのかさっぱりわからん。これだから文系は。49国語がめっちゃできるの意味がわからんのか。さすが四文う。50またお前か俺は国公立大で理系の負。ピー取ったよ。53絶対嘘だからなお前は。56マーチ君に信じてもらわんでも何も困らんて。57お前は嘘。48理系は大学に入ると文系よりも国語力がいるからね。嘘じゃないとレポートや発表できないから。文系はレポートは適当に書いても単位もらえるし、発表もゼミで年に数回回ってくるかだからごまかしが効く。理系はかなり突っ込まれるだろ。342理系の教科書とか論文はデータとかグラフが多用されてるから極端な話し、そのデータを見るだけで大体わかるようになってるからね。文章はそのデータを説明してるだけだから。345詞はいらん。13進とマークシートと AO 推薦。 LINE やら X やらに慣れてるから文章書くこと自体は昔よりやってるんじゃない。ただそういうところは短文が中心なので長文書くのは苦手な人が多いかもな。こういうの指摘すると次のしプンプン怒ってんだよな。ふてくされる意味わからん。失礼に失礼重ねまくりよ。日本語は主語言わない書かない言語じゃん。もともと読み手聞き手が前後の文脈やその場の雰囲気や話者の立場とかから忖度して理解しろって言語だ。文章の意味がわからない、もしくは間違って解釈するのは聞き手側に落ち度があって無能だとする文化のはずだ。19それは文章力がある人のセリフ。19口語をそのまま文書にするとか頭が悪いのか。452口語で書くなよ。452453口語さながらに文踏みにするわ。狂人の所作なり口語にて文を書くマジ。要点だけ書けばいい。無駄な言葉が多すぎる。主語なしのラインとか意味不明だけど適当に話し合わせてる。話していくうちに何の話かわかるしよ。一つの文章にわざが多用してるとこいつバカじゃんって思うわ。そやラインとかで一行しか書かないから文章力はどんどん低くなるわな。25昔の人間のほとんどはその一行すら日常的に書かなかったはずだぞ。間違いなく今の若いやつの方が文章を書く量も読む量も昔のやつらより多いぞ。31大昔が今と同じ仕事環境で伝えなきゃならん量も同等ならその理屈はわかるけど。31産業書いたら長文やめろって言われて笑ったわ。本を読まないからだよ。W1 フニフは授業で習ったはずだが。コンピューターに人間の言語を理解させよう研究した結果、その原因は人間の米は言語の論理ではなく暗流その他暗黙の了解で成り立っているから、そんなことは常識になってると思っていたが未だに理解できない老害がいるんだよね。俺には分かりづらいってだけの感想に過ぎないんだけどな。っていうかさ、単純に主語書いてね、手に葉を最後に確認してねって毎回優しく指導すればいいだけでしょ。どんだけカルシウム不足なんだよ。28そんなしょうもない指導に毎回時間使わせるなって話なのさ。上司にも仕事があるのよ。どんだけ読解力ないんだお前。43意味がないと思ってる時点で上司として無能じゃね。すごい有意義な指導でしょ。環境が人間を作るから仕方ない特権階級がヒーローぶるための愚民政策なんだろ。自民党の思惑通りじゃないか。今現在の論述は、前者と後者も使えない、後頭つも使えない今の日本人自体、論理的な論述ができないのよ、根幹的に。偏差値50以下はガチで何言ってるかわからん。焦点ぼやけてるし、あれは現実逃避して生きてるからなんだろう。自分がバカだと思ってたら生きていけないし、気づかないための全適応がなされている。いちいち統治法で話すやつもかなり鬱陶しいな。俺好きなんだよね、こういう時間こら、なくなっちゃっただろ。こうしてみんなと会うとかさなんかもうゾワゾワする。36それでいて若者が来てくれない、来てもすぐに辞めるとか不満垂れてやがるんだよな。日本の学校は苦手なことを勉強させて平均化する教育。海外は得意なことを伸ばして個性を伸ばす教育。37外国も同じだよ間抜け。文章の基本は51だよ。これなら説明しやすい。とある分野で修行中の三田がうちの師匠の説明言語は3通りのみ来ちゃうにせやっさんこうや。文章の基本は 5W1F。 これなら新人でもベトナム人でも大丈夫。次のステップは自分のやったことは報告できなきゃねだよ。あれだよあれ。同世代なら通じるなら日本語が変化してきているということ。いつまでも昭和脳だと生きづらい。だって左数さんの上の方とか国語力もめちゃくちゃ高くないと解けないやん。物理も生物なら国語力そんないらんから、私大学部なら入れると思われます。54そしてその国語の点数と国語力はほぼ無関係。原国なんて国語力がなくても8割以上取れるし。60その原告すら解けないのが国章。本人は見栄があるから古文漢文で落としてるというが、実際は長文読解で落としてるから両手通らない。古文漢文にしたって過去問と傾向と対策やってれば山は大体わかるから記憶力高ければ取れるし、学校のテストにしても教師が言ってること聞けてれば丸暗記で取れるんよな。国章はそれもできないという人の話を聞けない。63なんで国公立大の受験経験もないバカがとも手を語ってるんだ。64お前は嘘。69ねえ。なんで国公立大の受験経験もないのに受験について語りたがるの？コンプレックスの裏返し。77国省越聞きすぎて草数省よりはマシかもよ。81国公立大を受ける学力すらなかったのがそんなにコンプレックスなの？かわいそうに。85お前は記念受験だったんですね。86その記念すらなかったお前が何言ってる。87賢かったら無理なのに受験しないのでは。89俺はお前と違って国公立大を受験して合格しているのわかる？マーチ君。91まだ嘘ついてんのかう。93別にマーチ君に信じてもらわんでも何も困らんところでマーチすら引っかからないバカなのにマーチ君と呼ばれ続ける気分はどうだい？97あんたも仕事してくれ。無職なんだろうから仕事探すところから始めてくれ。98俺は裁量労働制だから勤務時間はいつでもいいんだよ。101こんなところでスマホポチポチ軽くしてる上司とか相当能率悪いんだろうな。もう良い年齢だし執行役員レースだろ。97誰も信じないから。99あんたもだよ。とっくに昼休み終わってるだろ。
逆に750しか稼げないリモート理系とかうどっちにしても買いだろう。106話してる相手が違うわ。俺は今仕事の真っ最中だわ。107だからリモートなんでしょう。108で先だよ。リモートでもないわ。107勤務中お前が一番ダメじゃねえか。63万点取ろうとしなければ10分ぐらいで大体答えが出ちゃう。現代国語できない人がいるんだ。すごいな。63俺は文系のくせに受験の現代文が大の苦手で、偉い目にあった筆者の考えを忠実に読むことが受験現代文の試験だと入試終わってから初めて知ったくらい、自分なりに読んで解釈してってのは得意だけどね。一般の読書ならそれでいいんだけど、受験現代文はそうじゃない。339受験だからな。正解があってそれに合わせていかないと点が取れん。339実際に読み取るのは筆者の意図というより問題制作者の意図って感じがする。原句2の試験でこの線の部分から読み取れる筆者の心情を答えよって問題をその文章の筆者自身が解いてみたら不正解だったって笑い話もあるくらいだからね。これはあれしてうまいことそうしたって。あと日本の教科書がマジでつまらなさすぎるのが問題。あれならドラえもんを教材にした方が100倍マシ。61個の国語の教科書の内容が30年前の自分のものと一緒でびっくりした。20代社員の文章にケチをつけている上司は文章を書けるのだろうか。主語がないのって女性以外関わったことないな。こいつ何の話してるのって感じる奴は周りも同じように感じている。67主語がでかいなどと形容されるとき、往々にして文法的な主語のことを指していないバカが主語の意味を取り違えて使っていることが多すぎる。入社前に日本語の試験やらないお前が悪いだけ。文章が無駄に長いと指摘する人間に限って、自分で書かせると自身が指摘してたような長いか説明不足のどちらかの文章しか書けないことが多い。国語の入試問題は出題された文章の作者でさえ解けない、そんな入試問題。ビジネス文ならば書きたいことを箇条書きにして、あとはそれらを並べてみて、変なところの順番を変えてみるだけでいい。長くなったら分ければいいし、多分、書きたいことがわからないまま書き出しているんじゃないかな。まあ、ことの是非についての論評を語るときに善悪の観点から物言ってるのに、勝手に好き嫌いの話にすり替えてごまかそうとしたりするやついるからな。文章力の背景にある思考力というか、情報処理能力とアウトプットの力が問われてるんだと思いますわ。ちゃんとチャット GPT で文章出力しない社員が悪い。76ちょっと笑ったわう。クソはすぐに自分のことを棚上げにするからな。老害はクビでいいよ。79完全にこれならご自分がお手本となる指示文章書いてみてよ。となって逆切れまでがパターンだわな。自分の言いたいことを書くだけだからな。本を読まないからどう書けば読み手に伝わるのかがわかんないんだと思うわ。マジで読書量の差の時代だと思うぞ。 SNS にもデマや詭弁などの情報が溢れてる。能動的に必要なタイミングで情報を取捨選択し AI に命令するスキル。このベースが読書。入試に出題される問題がわかりにくい文章だからってことはないかな。落とすための入試に特化した結果なのでは。業界免職にしろ。主語がでかいということは詭弁使ってるか、主語と述語もバラバラなことが多い。言葉を人に伝えられないということは AI にも命令できない。月に1冊も読書しないが6割超進む。読書離れ国語世論調査毎日。わかったか、仕事しろよ。平日に何やってんだよ。調査。セクシーレジ袋の文章力にストレス感じる国民 84%。 何を言ってるのかわからない。100レジ袋が喋った。じゃね、アザースとか僕から見たらキラキラ輝く喋り方なんだけどな。馬寝してるお。大抵の上司は自分の好むやり方じゃないと対応できないから、どっちもどっちかね。だから相手いてろだって言ったじゃないか。そうそう、世界一頭が悪くて世界一無能で世界一陰湿なジマル民族ジャップは、10年英語の勉強しても簡単な自己紹介すらできない知能遅れなんでしょくさ。112まず接点がない。勉強なんかしていないと思うぞ。通訳機もあるしな。124何を言ってるんだお前。日本社会ではほぼコミュニティがないってことを言っているんだよ。不自然とかそんなことは関係のない話。お前英語が話せることを自慢したいだけだろ。なら英語圏に移民して活躍したらいいんじゃないのか。149何言ってんだ。この教会知能義務教育の3年間で十分だって言ってんだけど、草わざわざコミュニティに属さないと言語ごとキモ身につけられない粗大ゴミはどうしようもないな。って、事実を事実として言っただけで、自慢したい。マウント取られたと思っちゃうお前は普段から相当ゴミみたいな生活してんだな。124お前の自己紹介を英語でここに書いて教えてくれよ。楽勝なんだろ。主語なんて気にしたこともないわ。むしろ主語、主食、副食とか分解されても何言ってるか理解できん。一流企業は知らないけどまともにメール書けないおっさん結構いるけどな。20代の語彙力のなさはマジでやべえと思うわ。 SNS やネットで文章読んでるからとか言うけど、本や新聞読んでた時代の社会人とかなり差があるだろうなと思う。119俺らの世代は毎月1本はナロー小説読んでるもんな。そんなのを採用した企業が 100% 悪いんですけどね。そのくせ新卒バカじゃないのか。経団連はじめグローバル、多様性社会を散々唱えてるのに新卒ばかり取る意味がわかりません。もっと柔軟に考えないと今よりひどくなりますよ。ま、今そうなってるのは自己責任ですけどね。多分お前らの方が文章力あるわ。126ネラーとして朝から晩まで努力を積み重ねた結果が出て嬉しいです。126これだけ詭弁やデマが溢れてる時代に情報リテラシーが必要だとか言うけど、誰も必要な知識が載ってる本は紹介しない。これがおすすめ論理で人を騙す方ロバート。グーラチョ2006。129今の子たちって成功者の生き方を真似てるだけなのよね。だから中身がない。その成功者も結局先の成功者を真似ているに過ぎない。126真面目に考えてもおかしな奴が絡んでくるからトローンに終わるんだよな。まあそれが狙いなんだろうけど、まともな議論ができないように妨害したいんだろう。126ひたすら同じ文を繰り返すね。東洋とか知性のなさがにじみ出てるよな。126そういう奴って自分が負けてるってわかってるんだよな。取引先の人も文章力ない人間に変わっていくからもんだなくね。127はロタをこれで全てが宇宙人かお猿さんに変化してしまう。ストレスを感じたことのある上司がちゃんと書ける人かどうかは別なんだよ。ストレス感じてるだけだから。上司あいつら日本語がなっとらん。部下うちの上司日本語理解できなくてさ。
東京在住者以外の落ちこぼれ国民は日本語がおかしい。現代日本語は東京語なので東京で通用しない文言語を使うな。東京に住めない負け組田舎者。チョムスキーは主語がない言語はないって言ってるのに日本語ってさ。トンキンの日本語が標準語なんて片腹痛とございますな。嫌味な感じで言いたいことわかるよな。察しろよ、まとな感じに言うからわかってもらえないんだろ。SNS に毒されると主語が消えるやつな。英語なんか主語省略されまくりで苦労した覚えが。ゆとり Z 世代はナロー小説の読みすぎ書きすぎ文体がもろナロー小説になってるマジで。まともな文章書けなくても入社できる会社なんて、上司の側も意味不明な指示出して文句言ってるだけだろ。だからお前ら仕事しろよ。うちも20代の文章は何が書いてあるのかわからないから英語で書くようさせてる。154なにそれを。うんこが主語に決まってるだろこの気違いが。あれってわからんやつは聞こう。社内の報告書に沼田のハマルダの書くんじゃねえよ本部か。入社試験で国語のテストをやるか出身大学の偏差値である程度足切りした方がいい。社会人は上司が直すものと奥は主語ない人多いね。161最初の数回だけね。あとはちょっとした企業なら文書の書き方的なマニュアルがあるからそれを見て直せというだけ。最後までご視聴いただきありがとうございます。議論はまだまだ続いていましたが今回はここでおしまい。思うところがあったらコメントやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。